蓮池透です。2002年9月17日、涙の記者会見をしている横田夫妻の真後ろに立っていたのは小池百合。終了後、一度出て行った小池。戻ってきて、あったバッグ、私のバッグ、拉致されたと思った。終了後、一度出て行った小池。戻ってきて、あったバッグ、私のバッグ、拉致されたと思った。小池百合、自分のことしか考えていない。小池百合、鬼のような女です。こういう人に都知事をやらせてはいけません。Thank you.